信長様は北回りで進んでるはずだ。俺たちは南から今川本陣を目指すぞ。そこに受けてみなさい。俺より先には進ませぬ。面白い。止められるもんなら止めてみやがれ。別動隊は順調に進んでいるようだな。俺たちもこの勢いのまま進むぞ。長川の勢いを抑えきれぬ。苦戦救援行。敵将舞い落ちた。耐えきれん。引かせてもらう。いつも選ぶってるだけあんじゃねえか。終わりのうつけはあそこか。俺きつく球を据えてやるとし。これで終わり。あれは吉本が自ら手張ってきたのか。王子様、お待ちしておりました。お待ちしておりました。勝利条件変更。敵に突破されようとは深く。恐れ入ったか。さあとっとと先に進もうぜ。開門。本当生意気。来るなら来たらいいわ。逃げも隠れもしないわよ。開門。うぬが信長か。勝てもせぬ戦を起こすとは評判通りのうつけぶりをの。お前が吉本だな。人を見下すその態度、評判通りのうぬぼれやらしい。頼む、手を貸してくれんか。敵将討ち取ったり。かなう相手ではなかったか。モネの不安、すべからく核あるべし。今川勢の強さは侮れません。どうかご油断なきよう。なんとかしのげたようだ。これより我らも今川本陣に向かおうぞ。耐えきれん。引かせてもらう。あんたマムシの娘でしょ。うつけに嫁いだばかりに苦労するわね。苦労どうかしらね。どこにいようと私は役目を果たすだけ。まあいいわ。かわいそうだけどもっと苦労させてあげる。抑えきれぬ。救援はまだか。吉本様に続け。織田勢を蹴散らすのだ。吉本の出馬で今川が勢いづいている。無念だが引くほかあるまい。敗走。あんた今川を敵に回してただで済むとは思っていないでしょうね。ただで済まぬのは覚悟の上。超の一面侮らない。そこに受けてみなさい。
されているか。すぐに火星に行くぞ。東海の覇者、いずれは天下の覇者にもなろう。力なき者は力ある者に従うが道理。それが分からぬほどのうつけならば、この左文字に斬られるがよい。これ以上の戦は厳しいようだ。必ず勝つ。全軍撤退しろ。勝利条件変更。開門。たやすく逃げられると思うでないわ。今川本陣から迂回して逃れるほかないか。信長め、火星に来てやったというのに尻尾を巻いて逃げ出すのか。情けねえ。受けてみよう。無謀だった。そうだ、戻った。兄上をいさめなくてはな。すまん、手間を取らせた。受けてみなさい。ここで撃たれるのだ。平門、よしのため、俺がここを通るように仕向けたのはこういうわけか。行くぞ、織田勢を踏み潰せ。無礼者めが、ウヌのごとき虫けらが世を倒せるはずもないわ。これで終わり。
これで終わり。私もたどり着いたわ。受けてみなさい。煩わしいのう。長くのも大概にせよ。良きに計らえ。開門。吉本様が退却なされただと、何故？素晴らしき戦果よ。助かったぞ。これで退却できそうだ。開門。侮らないで。
侮らない。なのだ。叶う相手ではなかったか。受けてみよう。へえ、気合入ってんな。退路が開けたぞ。織田の者どもを追い詰めよ。見切った。またも敵の増援か。さすがは吉本、ここまで用意周到とは。決まって走れ。敵に追いつかれるな。今川は確かに強いが、だからこそ倒しがいがある。負け戦でも信長殿は望みを捨てぬどころか闘志を新たにしている。強い個人だ。仕留めを。敵の退路を立て、尾張のゲストも生かして返すな。ムヌラ、この力逃げられると思うな。まだ邪魔立てするか。この砦で奪わせはせんぞ。敵将、討ち取ったり。引かせていただこう。大したもんじゃねえか。
これで終わり。敵将、舞い落ちたわ。フルはなんだか。無駄の背後をつくぞ。隠れ。兄上は、ここは私、この家康がお守りいたします。家康、何をしている。戦は終わりだ。今川勢から離れろ。いえ、私はここで敵を食い止めます。その間に兄上はお逃げください。なんとか戦場を脱したが、味方の被害も甚大のようだ。これが今川義元の強さ。いや、俺はいずれ必ずその上を行ってやる。受けてみよう。敗北条件変更。これで少しはお役に立てたはず。逃がしはせぬ。覚悟せよ。兄上、家康殿が今川勢に囚われたそうですね。ああ、だが今川が三河を取るには家康が必要だ。悪いようにはされまい。だとしても家康さんはきっと苦しむことになる。兄様と一緒に戦いたかったはずだもの。やはりまだ戦を起こすべきではなかったのです。まずは足元を固め、辛抱強く力を蓄えなくては。それを義元が待ってくれると思うのか。俺は座して滅びを待つなどごめんだ。兄上の言うことは正しい。だがこのようなやり方では織田家はいずれ。ったく、とんだ無駄骨だったな。お前ら引き上げるぞ。信長殿、無事でよかった。被害は甚大だ。無事とは言えん。その言葉を聞き安心した。味方が傷ついているのに平然としているような将は信ずるに値しないからな。慰めにもならん言葉だが、助力感謝する。親父殿に伝えてくれ。次は必ず信長が勝つと。受けたまわった。ではまたいずれ。美濃からでございます。
親父殿の指示か。そうよ、あなたは噂通りのうつけだった。もう用なしというわけね。お前もそう思うのか。私がどう思うと私の役目は変わらないけど、もう果たせそうにないわね。早く殺して。こうして見ると綺麗な顔をしているな、機長。親父殿に伝えておけ、信長は殺しても死なぬとな。